はい、どうも、ウェイです。パッサカやっていきたいと思います。はい、ハッサ。天空中国の作者レオ、三畑でやっていこうかなと思っております。デッキの方は、エリス、アスカ、ハト。で、ネネ、マナカ、リンコ。この6人でいこうかなと思っております。はい、そしてアイテムの方は、パワードリとマネキネコを持ち込んでおります。では、やっていきましょう。まあ、今回ね、二股を採用している人が結構います。ね、一人の人もいるんですけども、二股採用してる人が何人かいました。ということで、まあ、三股ならばどうなのか、やっていこうかなと思っております。まあね、まあ、性格麻痺、一個入れなくなってしまいます。まあ、それは仕方ないかな。それは仕方ないと思います。ですが、まあ、これ結構伸びるのかなと思ったりもしております。まあ、このデッキの場合なら、正直、ウィングでもいいかなと思ってしまいました。まあ、今回はサイドハーフでいこうかなと。まあ、技術を稼いでいこうかなと思っております。はい。そしてここはとりあえず発掘していきたいと思います。はい。どうしよう。あっちゃん行こうか。いや、マリンちゃんかな。マリンちゃん行きます。まあ、いつもなら技術。まあ、サイドハーフならば技術稼がないといけないと思うんで、あっちゃんと思うんですけども、今回は、せっかく無比なしで挑んでおります。性格無比なしなんで、まあ技術もそこそこで大丈夫だと思います。トゥインクルレート、シルキーパス、この2つでございますので、まあ大丈夫でしょう。で、今回、本彼女の方を真ん中にする予定でございます。やっぱ敏捷技術という形でいきたいので、ね、ネネでもいいんです。ネネでもいいんですけど、ネネの場合は、まあ自分のね、ネネは42ということで、練習効果アップが 30%。ちょっと低いです。なので、まあ、今回は、真ん中を踏んで、技術、テクニックを稼いでから、ね、なんだっけ、デート行けばいいのかなと思ってやっていきたいと思います。はい、とりあえず、シルフかな。ここはさすがにシルフ行っときましょう。で、三股のいいところなんですけども、まあ、とりあえずね、はじめ、エンジェル勧誘する数が少ないです。まあ、結局、3人でもともとエンジェルがいるという感じでございます。高校の監督とナンバラを含めて5人いますので、まあ、とりあえずエンジェルは6人だけで大丈夫です。で、その6人の内訳なんですけども、基本的に、椿、小森、美羽ちゃん、この3体は確実。で、それプラス、シルフ行っておきたいよね、とか、まあ、あとは筋力、精神も欲しいけど、どうしよっかっていう感じになってきます。まあ、筋力、精神ならば、ね、リナちゃんとかもありっちゃありなんですけども、まあまあまあ、筋力はね、稼げると思う。まあ、精神は、なんとも言えないかな。リンコがどれぐらい来てくれるか。はい、そして、ハトとアスカダブルで来ております。さあ、ダブルで来いよ。ハト。来ないんかい。こういうのね、しっかりとダブルで来てほしいよね。はい、回復骨。で、回復は潰しましょう。回復取ってれば結構ね、楽になります。あとはね。はい、ここ行きたいね。はい、年収5イベント。矢部坂の鳩。オッケーです。ナイス。で、こっからエンジェルロックをしつつって感じですね。エンジェルロックをしつつ、はい、アスカ行っちゃいます。はい、エンジェルロック。はい、オッケー、こまりちゃん、交渉成立。いいですね。これでセクイチ終了。で、リンコが終了いたしました。リンコは振ります。まあ、リンコはね、ちょっと精神結構遅れちゃうこともあるので、まあ、本彼女にはしづらいかなと思ってます。結構みんなランキングのやつを見てると、リンコと、あと誰だっけ、ネネちゃん。このだ、二股が多かったイメージはあります。ね。まあ、リンコ入れてるのはやっぱ後イベっていうのがでかいよね。後イベ、どうしても前イベに偏る感じがするので、後イベ入れるのは楽です。そして、マリンちゃんが行かなかったね。あとちょいだったか。これオフェンス行きたいな。オフェンスでダブルでいければ、結構暑いけど、これはデート行っておきます。いいです。まあ、早めにデート終わらせてみます。まあ、トゥインクルレイですね。トゥインクルレイを早めにもらいたいんでね。はい。そして、次。
次、エンジェルフラッシュ。オッケー、来た。しかも、鳩もいる。あ、ナイス。しかも5人。あ、ナイス。いいよ。その調子、その調子。行きましょう。はい、鳩行った。ナイス。はい、で、鳩が動いてきますね。で、スピード、しっかりと振っておきましょう。うん、おそらくスピード依存だと思ってます。まあでも、通常バージョンに比べてやっぱ成功率落ちてるよね。それは仕方ないと思うけどね。はい、まあとりあえずこんなもんで行ってみましょうか。はい、行きます。はい、そしてこれはマナカでもいいなーってとこですが、これはアスカでもいいな。アスカ行こっか。はい、アスカ呼んできて。はい、ナイスー、いいですねー。で、鳩終わってきます。さあ、風切り。失敗しとる。うん、風切りスピード依存じゃないのかな？もしかして。で、ここですが、テクニック踏んだっしょ。デート行くか。ちょっと早すぎる感じはしますが、デート行くか。ちょっと早すぎる。さすがに早すぎると思いますが、これデート行こうか。ね。普段ここで1回目行けるか行けないかなんで。ちょっと早すぎる。まあいいです。はい、チームプレイ。で、アスカのイベント。まあ、とりあえずこれは真ん中でいいかな。ハート出していきたいし、真ん中行ってきまーす。はい、で、監督。で、やる気下がっていきますね。まあ、これは仕方ないです。はい、で、アスカ。動いていきますね。残り1回。まあ、シルキーは早めに終わらせたい。そして来てくれました。オッケー。まあ、とりあえず、野生の嗅覚、テントリア取りに行きましょうか。で、金卓5個なんですけども、野生の嗅覚、テントリア、そしてクロスマシーン、達人キープ、で、エアマスター、かな？あとは、スマッシュヘッド取った後なら、パワーシューターでもいいけどね。はい、アスカ、終わってきます。アイナイスシルキーエンジェルパス OK です。で、これメンタルでもいいかな。でもディフェンスいいな。まあとりあえず能力振っときますね。アスカよく成功したね、これで。はい、ではこれメタルいっちゃいます。メタルいきましょう。はい、 OK です。臨床出していく。はい、そしてスピードか。あー、オフェンスか。まあとりあえず臨床振っていきますね。うん、臨床大量、経験点も出ている感じはしております。はい、ではオフェンスいってきます。はい。で、エンジェルフラッシュが来てほしい。エンジェルフラッシュ、テクニックかスピードに来てくれるとありがたいんだけどな。来ないか。ああ、これはスピード行こっか。でも次、エンフラ来そうな感じはするんだよな。プンプンします。はい、ではスピード行きまーす。OK でーす。次はデート行かして。次はデートでもいいよ。はい、ねねちゃん。もうこれは、うん、振りますね。もっと後でよかったけどね。はい、ごめん。で、エンジェルフラッシュ、やっぱ来たよね。やっぱ来たよね。デート行こうかな。今回ちょっとトゥインクルレイを本当に早めに行きたい。まあ、トゥインクルレイをね、星3、まあ、必須です。星3必須ですので、ちょっと早すぎるけど、まあ、行ってきます。まあデート多めに行くの分には別にいいからね。はい。まあ早めに行くことによってスマッシュヘッド取れるんで、早めに。まあそうすればパワーシューターっていう手もあります。で、ここで、あれ、エンジェルラッシュなしか。ちょっとショックだな。エンジェルラッシュ来ると思ったんだけどな。はい、クロスマシン行きまーす。はい、9461。まあまあまあいいでしょう。いい感じでございます。
もう11万超えたいけどね、やっぱり。で、エンジェルフラッシュ来ておりますが、あー、金徳消えちゃう。金徳消えちゃうなー。これは金徳いっとこう。しょうがない。で、次はエンジェルフラッシュ来るっすよ。次は踏むよ。OK。メンタル。うん。これいっちゃいます。金徳は消えないんで、ここは。あー、OK です。まあ、椿がほんと敏捷くれるよね。うん。ありがたい。はい、そして、テクニック、フィジカル。まあ、精神大量にもらえるね、フィジカルで。ありがたいね。まあ、とりあえずこんな感じかな。アンストッパル。うん。はい、ではフィジカル、行ってしまいましょう。行きます。はい、そして、ロック。で、ハート出してくれて、エンジェル、フラッシュ。クロスマシーンの次は、達人キープか。行ってもいいけどね、達人キープね。はい、とりあえずパワー振っときまーす。はい、行ってきまーす。はい、OK です。タツキで、エリスが動いていきます。まあ筋力はエリスで吐きましょう。あー、でこれは筋力取りたいね。筋力取りたいけど、これはデート行こうか。テクニックいった後なんで、これデート行っちゃって、次のターン筋力取りに行きましょうね。エンジェルがいないところはやっぱり踏みたくない。できるだけ踏みたくはないです。はい、セクサン中にこれ乾燥しそうだな、デート。はい、すまへー。オッケー。で、翼あるもので空中戦。いいですね。はい、どこ？ここは大丈夫か。あー、メンタルか。メンタルですね。メンタル行ってしまいましょう。はい、エンジェルロック。クロスマシーンね。で、クロスマシーン取って、達人キック取りましょう。で、エリスが終わっていきます。まあ、エリスはさすがに成功するでしょう。はい、OK。ナイス。で、早くも来ております。あ、やべ。スマッシュヘッド取ってね。まあ、いいか。まあ、オフェンス行きゃいいよね。オフェンス行きゃ別に、テントリア出してくれるだけだから、まあ、テクニックでもいいけど、まあ、だからテクニックダメなんだ。オフェンス行きゃいいんだな。ね、テクニック行きたいな。経験点すごい出るからテクニック行きたいけど、これはオフェンス行ってきますね。はい、テンドリア。じゃあ野生の嗅覚も抑えないといけないな。あれ？俺バカやったな今。スマッシュ？いや、スマッシュ取らなくていいんだ。いや、いい。クロスマシーン取ってるわ。ごめん。今なんか俺勘違いしてた。スマッシュヘッド取らなあかんと思ったけど。うん。踏んでないわ。フィジカル踏んでない。大丈夫。はい。で、これはいい噂を流しておきます。はい。そして、敏捷を。で、フィジカルに。金徳そこか。オフェンスか。まあ、とりあえずこれフィジカルいっちゃいますね。はい、フィジカルオッケー。いいですね。で、エンジェルラッシュがちょっと遅かったね。遅かったけど、まあいいや。あー、これ金徳テクニックいかなかんのか。金徳テクニックいかなかんのか。そし、あ、でも、テクニックいってもあれダメだ。達人キープだ。テクニック2個取り切るわ。それならデート行こうか。フィジカルですが、まあ筋力ちょっと稼げてないし、これデート行っておきます。はい、トゥインクルレイゲットです。早めのトゥインクルレイ。さあ、こっからエンジェルフラッシュ連発でいいよ。もうずーっと連発でいいよ。はい、そしてここで、オフェンス。あー、オフェンスかー。あー。もうテントリア取るしかないですね。うん、テントリア被ってしまいます。もう仕方ないか。仕方
たねえか。ごめんなさい、かぶっちゃいました。うん、オフェンスいっちゃいます。エンジェルフラッシュ着ていたら、まあ経験でも稼げてるしね、もういいです、かぶっちゃいます。みたいな。はい、そしてスピードでもいいけどね。まあ、でシルキーというよりかはさっきトゥインクルレイだな。終わらなかったらって考えるとちょっとゾッとするからね。まあ、とりあえずこんな感じでいきましょう。マナカ行くか。はい、これでセク3終了でございます。経験点2万点は超えてるね。結構エンジェルフラッシュは来てくれて、エンジェルフラッシュとかハート回収をさせてくれたからね。はい、経験点22,406、セク4やっていきましょう。でエンジェルフラッシュ OK、 いいよ。さあエンジェルフラッシュ連発や。もうセクションの終わりまでエンジェルフラッシュでもいいよ。あとはもうどれだけ経験点稼ぐかだからね。はい、ではフィジカル行ってしまいます。行きましょう。でデートは基本的に行かなくてもいいけど、まあ真ん中を光らせたいところは時は行こうかなという感じでございますね。はい、で技術ツインクルレイあと1。早いねやっぱり。はい、でこれメンタル行って精神ちょっと足らない気がするが、ここでデート行くのもあり、ここでデート行くのもありです。まあ、筋力技術臨床出すからね。どうしよっか。なんかそんなにいいとこはなかったね。ってことはここデートでもいいかもしれないね。ボレアス行っか。はい、デート行っちゃいます。いいです。映画。はい、そしてあ、それいいね、それいいね。筋力回収、でも筋力回収してもしょうがないんだよな。もうだってテントリアと取っちゃってるからね。まあしょうがないけど、これ経験点的にもここ美味しいです。はい、ではスピードいっちゃいます。はい、オール10だっけ、筋力取ってたらね。はい、オール10でしたね。オール10です。はい、そして、トゥインクルレイ。はい、OK でーす。でもって、こんな感じかな。うん、臨床も足りそうですね。あー、ここ行きたいけど、うん、誰もいなかった。エンジェルロックは起こしたい。で、監督の評価は間に合ってる。これはテクニック1。ちょっと微妙だな。うん、ハートの数が減ってきた。なので、エンジェルフラッシュ連発させてほしい。OK。さあ、連発。あー、でも、真ん中いねえのか。はい、そして、あれ？あー、メンタルね。メンタルいこうか。筋力稼げんね。筋力稼げんね。はい、OK です。真ん中。で、エンジェルフラッシュ、OK。さあ、エンジェルフラッシュ、連発させよう。で、振っといて、パワー振っといてって感じですね。うん。まあ。テクニックいきます。いいよ。精神出てるね。技術も出てるね。筋力はそんなに出なくてもいい。はい、スピードスターゲットでございます。まあ、ちょっと気をつけないといけないのは、やっぱり監督の評価ね、この高校は一応気にしないといけない高校でございます。まあ、他の高校みたいにね、気にせず上がっていくっていう高校ではないので、まあ、しっかりと上げるようにはしてください。上げないと、最後の試合ね、スタメンに出れないとかいう悲劇が起きますんで、まあ、そこは注意しておきましょう。はい、これはディフェンスいっちゃいますね。はい、OK です。さあ、エンジェルラッシュ。おっと、
エンジェルハッシュは来たけど、やる気が低い。なので彼女の練習後イベント来てほしいな。でも監督いる。監督練習後イベント、やる気上げたい。やる気。はい、オッケー。微妙。そこでもいいけど、ここでやる気上げよっか。ここだな。で、また技術が微妙だな。シルキー取れないな。シルキー取れねえんだよな。やってるな。まあでもそこまで溢れはしないのか。じゃあいいね。はい、とりあえずこれで行ってしまいます。行きましょう。精神も溢れないしね。はい、 OK でーす。さあ残り3ターンで、ここで真ん中が練習後イベント。 OK。 まあ絶好調で行きたかったけど、まあしょうがないんですね。はい、次のターンエンジェルフラッシュでも来てほしいな。で、ここはフィジカル行くのもあり、技術回収もありだけどね。ドリンク飲んでいきます。ドリンクは余ってますね。さすがに余っております。まあとりあえずこんな感じかね。まあ、解くのは取っておきましょう。できるだけ取っておきましょう。はい、ではフィジカルいっちゃいます。次エンジェルフラッシュ来てほしいな。オフェンスいく？フィジカルだな。でもまあエリスは一応練習効果アップ 10% あるから、まあそこそこ、まあそこそこ。はい、そしてエンジェルフラッシュ来ませんでした。まあ最後のターンはちょっと死んでるな多分。技術惜しかったんだけどな。でも次にかけるかね。シルキーパス取り切りたいけど、これちょっととりあえずディフェンス C まで行ってきます。 B までいける。 B までは無理か。はい、ではこれメンタルいっちゃいます。はい、でエンジェルフラッシュ来て もうここはしょうがないから。あ、来たよ、やっぱり来たよ。まあそうだよね。あ、スピードかな。経験点的にはね、ハート固まってるのスピードだった。はい、ではスピードをいってしまいましょう。はい、 OK です。あ、そうか、エンジェルフラッシュ1回踏むにつれて確かボーナス乗るんだっけ。それならば踏んどいて正解だったね。うん、危ねえ。シュートレンジかな。はい、まあとりあえずこれでいっちゃいます。まあ試合はできるだけ延長戦までもつれ込みたい。もつれ込んでできるだけコーナーキックのチャンスを増やしたいですよね。ゴーダーこねるな。いけ。さあ秋山弾いてくれ。あれ、ちょっと調子悪い。秋山絶好調なら飛び込んでた気がする。ああ、まあでも普通か。よかった、普通ならまだいいや。もうゼフ長やったらね、本当きついです。秋山がまず飛び込んでくんねえからね、うまいこと。前半も残り時間が少なくなってきました。スコアは0対0。はい、まあとりあえず自分に渡そう。おっと、自分に渡してコーナーキック蹴らして。はい、コーナーね。秋山、行かないんかい。はい、前半終了。チャンスがなかった。という間に前半が終わりました。さあ、試合終了後、栄光を手にしているのはどちらでしょうか。さあ、後半見てみましょう。とりあえず自分の活躍度も上げたいから。これを止めます。選手交代が。まあ、サイド攻撃してくれたら結構ポイント入るんだよね。おっと、ちょっと頼むよ、打たせてくれ。太陽山高校スローインです。
行け、アスカ行け、アスカ行け。お、コーナーいけるな。はい、こっから稼ぎます。こっからループさせないといけません。ループさせないといけませんが、さあ大取り、大取りはうまいはず。はい、オッケー、ナイス。さあもう一丁。間違って点取ったらダメだからね。間違って点取るのはダメです。はい、いったっしょ。弾いたんちゃうん、バーか。うわー、こっから体力なくなってるからね、攻めれないんだよな。ここから体力がなくなっちゃってるからね、うまいこと攻めれないんですよ。はい、前半終了。さあ自分で点取りたいな。まあ、お、来た。お、抜いちゃったよ。これはもう確実に点取らなかも。点取る。はい、先生、ダン。できればコーナーキックループもう一回させてほしいな。もう一回させてほしいです。天空中央高校、貴重な先制点を奪いました。あら、終わったね。まあ、これ、5000ポイントぐらいか。結構9999やってる人多いんだよな。俺、うまいこといかないな。はい、5840ということで、これで終わらせていただきます。まあ、ちょっとね、伸び悩んだよね。もうちょっといかないといけないかなと思います。まあ、3また、悪くはない。悪くはないけど、やっぱり、練習効果アップ、強いキャラね、持ってる方なんで、まあ、課金者。まあ、結構な課金者だと思います。まあ、彼女3体とも高レベルを連れていけるのは課金者なんで、うん、課金者なら他のデッキがいいかな。はい、A 振ってまいりました。これで XSS1、2 ぐらいかな。もうちょっといったかもしれないけど。はい、XSS の3。これで終わりとさせていただきます。まあ、とりあえずシルキーパスまで全部取れましたが、まあ、性格無比やっぱり入れたいよね。うん。まあ、3または以上となります。まあ、次からは二股かシングルでいきたいと思ってます。はい、ご視聴ありがとうございました。本日は以上とさせていただきます。こちらの動画が良かったなと思う方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。では、また次の動画でお会いいたしましょう。ベタでした。さよなら。